アレハンドロ・ホドロフスキー・プルジャンスキーは、チリ出身の映画監督、演出家、詩人、俳優、作家、バンドでシネ作家、タロット占いの専門家でもある。1929年2月17日、チリのボリビア国境近くの町トコピジャで、ロシア系ユダヤ人の子として生まれた。12歳の時に、サンティアゴへ移住。サンティアゴ大学で、心理学と哲学を学んでいたが、 マルセル・カルネの天井桟敷の人々に感銘を受け、パントマイムにのめり込んで大学を中退した。その後は単身パリに渡り、放浪生活を送るようになった。その後、同地で知り合ったマルセル・マルソーとメキシコシティへ渡り、100本以上の芝居を演出した。1957年、トーマス・マンゲン作の短編、L.A. クラバットを制作し、映画監督としてデビュー。同作は、 ジャン国島に絶賛された。その後、1960年代中頃に、パリで、作家、映画監督のフェルナンド・アラバールと知り合い、1967年に、彼の小説を映画化した、長編、ファンド・アンド・リスを発表した。1970年、代表作となった、エルトッポを発表。しかし、初上映の際に、 コロンビアやユナイトといったメジャー系の配給会社から断られ音楽プロデューサーのアラン・ダグラスによりエルジンというスペイン語圏の映画を扱うミニシアター系の劇場でのシニア上映が決定した。翌1971年1月1日に封切られた同作は大ヒットし、ジョン・レノンやアンディ・ウォーホル、ミック・ジャガーなどから絶賛された。現在では カルト映画の一つとして位置づけられている。1973年のホーリーマウンテンは同年11月から翌1975年4月まで続くロングランを達成した。1975年には SF 大作デューンの制作に着手。メカデザインに SF 画家のクリス・フォス、クリーチャーとキャラクターのデザインとエコンテにバンドでシネのカリスマ作家メベウス、 特撮担当に、ダン・オバノン、悪役ハルコンネン男爵の城のデザインに、H.R. ギーガーを起用。キャストもハルコンネン役に、オーソン・ウェルズ、皇帝役には、サルバドールダリ、他にも、ミック・ジャガーや、デビット・キャラダインなどがキャスティングされた。また、音楽を、ピンク・フロイドやマグマが制作するなど、各界から、一流のメンバーが集められた。しかし、一年間の作業の後、 配給元が決まらず、企画は中止された。なお、同小説の映画化として、デイビッド・リンチが1984年に、リューン、砂の惑星を発表した。その後も、王女の物語の映画化や、ジョン・レノンと、小野陽子を主演にした、指輪物語などが企画されたが、いずれも制作には至らなかった。1989年には初めて商業映画を、 意識して制作したサンタ・サングレ、聖なるうを発表した。2013年、ホドロフスキーの息子で、エル・トポにも出演したブロンティス・ホドロフスキーを主演に、23年ぶりの作品となったリアリティのダンスを発表した。また、同年には前日の未完成の作品、デューンの制作を題材としたフランク・パビッチによるドキュメンタリー、ホドロフスキーのデューンが制作された。 さらに2016年には、リアリティのダンスに続く自伝的作品、エンドレスポエトリーを発表した。ホドロフスキーは、サイコマジックと呼ぶ心理療法を考案し、これを元にした映画、ホドロフスキーのサイコマジックを制作した。2020年の日本公開に合わせて、ホドロフスキーは、ライブストリーミングチャンネルのドンムネに出演し、ライブ配信でサイコマジックを行った。 新型コロナウイルスの世界的流行の影響のため、パリのホドロフスキー自宅と東京を配信で結び、視聴者からの悩みに応える形で進められた。ありがとうございます。